大統領それが、USB CPU、である、としたとき。理不尽は発生、する。大統領が、それはできる、そう言っても、現場から要求がなければできない。USB CPU、それはあくまでも、外部機関、に過ぎず、別にハードな要求さえなければ、不要さも。もちろん現場、スティック PC、側も単体では力不足はあり USB CPU を使わないと、不足は補えないが、そのためには相手に依頼する必要、そこで何かの特権は消える。コロスケ君セカンド。大統領制の概念モデルと考えた場合、何らかのストレスはある。このストレスが、結局は共産国家を存在させ続ける原動力になるわけだ、が。スティック PC。その役立たず感は、消えない。構造的には、使えない、感がある。それこそが存在意義、ではあるが。逆に言えば一人の限界そんなへ。